パッサカリアは主に17世紀から18世紀にかけて用いられた音楽形式の一つ。パッサカリアはスペインに起源を持ち、スペイン語のポセアールとカージェに由来している。パッサカリアは17世紀初期にはギターで和音を奏するリトルネットを意味していた。パッサカリアに対する言及は1605年頃のスペインの文献に初めて現れる。 ジローラもモンテサルドによるギターのためのタブラチュアヌオーベ、インベンティオネディ、インタボラトゥーラパーソナレエルアイバレティソプララキターラ、スペーノラに収録されているパッサカリアは、アイーブイアイという和音連続である。通常の寄付法で書かれたパッサカリアの最初の例は、ジローラもフレスコバルディの、トッカータ州、第2巻のパティーテソプラパシカギリである。パッサカリアおよびチャッコーナーは、 芸術音楽の領域に取り込まれるようになって、共にオスティナートバスに基づく三拍子の変装曲となり、関係が深くなっていった。主にパッサカリアは、単調、チャッコーナは、長調の提携が用いられた。フレスコバルディのチェントパティーテ・ソプラ・パシカギリでは、パッサカリアとチャッコーナが交互に現れる箇所がある。フランスでは、パッサカリアは、 早朝な三拍子の気学部局として扱われるようになった。しばしばロンド形式をとり、シャコンヌとの区別は曖昧となった。ドイツのパッサカリアはフランスとイタリア両国から影響を受けている。シャコンヌとの関係はより複雑化し、マッテゾン、バルター、クバンツといったドイツの理論家はパッサカリアとシャコンヌの違いを明らかにしようとしたが、トローに終わっている。 ありがとうございます。